今日は韓国の淡水浴、酢豚の専門店で、口コミの高かった酢豚注文してみました。なんか出前注文のページ見るとね、結構点数が高かったから美味しいのかなと思って。まあ、いつも言ってる通り淡水浴って、韓国式酢豚っていうのかな？中華なんですけど、韓国式ってなんだっていう感じですけど、韓国って日本で出てくる酢豚とちょっと違うんですよ。はい、まあ、とりあえず出していきます。はい、これ酢豚のタレ、基本はね別々できます。つけて食べたりかけて食べたり、いろいろとねみんな食べ方が違うんで、豚の揚げたやつがこっち、ソースと別で入ってます。はい、めっちゃ美味しそう。確かになんかね、口コミ本当に高くって、たまに衣が白いやつあるんですけど、私はこうこんがり揚がったこうちょっときつね色っぽいのが好きです。はい、今回ね、淡水浴のソース2種類選べるんですけど、私はこちらを選びました。レモンカンジャン、レモン醤油のタレですね。でもう1個がヤンニョムチキンのタレだそうです。この2つをこれつけて食べます。でまあ一緒にこのキャベツのね千切りサラダが入ってました。はい、でね今日注文したのがシェフの安心淡水浴っていうお店です。ここ人気はねキムチチーズ淡水浴っていうのがあって、それが人気らしいんですけど、私が今回注文したのがこの淡水浴のバンバンソース2種類の味で楽しめる淡水浴で、18,000ウォン、約1,800円で、合計で約2,400円ぐらいですね。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。はい、じゃあまずレモンカンジャン、レモン醤油のタレでいただきます。もう美味しい。レモンの酸味がちょっと黒酢感だわ。お肉うまっなんかレモンの酸味のおかげで黒酢っぽい味がする。でもやっぱり醤油レモンだから美味しい。玉ねぎ入ってる。めっちゃ美味しい。なんかレモンが入ってるから、いつもの淡水魚よりも全然あっさりいける。と、キンマリも一緒に。キンマリって韓国ではね、よくあるサイドメニューなんですけど、春雨みたいなツルツルの麺に海苔を巻いて揚げてます。もうちょっとつけて。うん。中の春雨ね、味付けされてるからちょっとチャプチェっぽい感じも、チャプチェほどもちもちはしてないけど、ツルツル麺、これどうかな。ゴチュチャプチェ、こんなでっかい唐辛子珍しいですよね。でも韓国ではよくあります。でトッポギ屋さんとかによくサイドメニューであったりします。プリッとするけど、日本で想像される唐辛子ほどじゃない。あとこっちもタンミョン、ツルツル麺入ってて、なんかピーマンの肉詰めみたい。お肉も詰まってるし。めちゃくちゃ美味しいわこれ。美味しい。サイドメニュー正解だわ、これ選んで。次ちょっとヤンニョムのソースで食べてみます。これねチキンだとヤンニョムなんですけど、この酢豚のヤンニョムって結構珍しいかも。うわヤンニョムだわ、めっちゃ赤い。うん、一気にタッカンジョンというか、なんかフライドチキン注文したみたいな味美味しい。これもコチュジャンですごい甘いです。うん、キムマリはねレモン醤油の方が合ううん、タンムジ、
なんか韓国タンスーク酢豚のすごい好きな点はこのソースをつけて食べれるから、この揚げた豚のサクサク感が残るっていうね。レモンカンジャン、この人参のせて食べたいな、はい、ちょっとつけて、ちょっと少し減ってきたのでこちらを寄せて、ごっちゃごちゃとか決まりこっちに入れちゃう。でソースをねここに置きたいほらいい感じになりましたね。これちょっとヤンニョムソースで、ちょっと待って、お店の場所言うの忘れてた。まあいっぱい店舗があるんだと思うんですけど、まあ比較的行きやすいのかなっていうのが、2号線のシンドリム駅から2つ行ったところのヨンドゥンポイグチョン駅ってのがあって、そこの店舗ここがありますね。ちょっと決まり行こう。美味しいわ、決まり。玉ねぎのせ、めちゃくちゃ美味しい。やっぱね、口コミの高いとこは間違いないわ。なんか私こっちレモン醤油ばっかり食べてるけど、こっちのソースの方が私は個人的に好み。なんかレモンでさっぱりする。普段の炭水化物もね結構甘いんですよね。ごちゅうディギン、お肉詰まってるのがすごい美味しい。待って、一旦ちょっと切ろう。ゴチュチャプチェ唐辛子のティーンから。
はい、こんな感じでね、中にお肉が詰まってます。ピーマンの肉詰めの唐辛子版だって思ってくださったらいいです。で、もう一個キムマリ、これタンミョン入ってるやつ、こんな感じですね。中にタンミョン、ちょっとねツルツルもちっとした麺が入ってます。まあ日本でいう春雨みたいな麺かな。このタレ万能だわ。多分何にでも揚げ物合うと思う。チュチャプチェ、ちょっとこっちばっかり食べてる。一旦ヤンニョムに変えよう。うわ、2個ひっついてる。あ、もう完全にこれチキンのやつだわ。ヤンニョムチキンの味。やっぱり私こっちが好き。もう好きなのを食べるのが一番。レモンカンジャン炭水化。しっかり忘れてた、キャベツあったんだ。いや、見えてたんだけど、見えてたけど視界には入ってたけど頭で認識してなかった。空いたで一緒に食べるのいいですね。待って、全然見えてなかったけど、なんか揚げたお餅みたいな、すごいひっついてるね。ちょっとトッポギです、トッポギ。トッポギのティギン揚げたやつ一緒に。うん。もちもち美味しい。うわ、これキムマリかと思ってたらキムマリじゃなかった。さっき半分に切ったゴチュチャプチェだ。これめちゃくちゃ美味しい。ゴチュチャプチェがおすすめ。
これいいわ。あ、美味しかった。すごい美味しかった。はい、ということでね、食べ終わりました。いや、やっぱね、噂通り美味しかった。普通にね、中華屋さん行って食べる淡水魚も美味しいんですけど、出前すると意外とね、あのラップに包まれてくるせいか、湿気出る水のせいで、だから淡水魚がなんかシュワシュワ、ちょっとね、水分含んでこうちょっとカリッとしたのがなくなってたりするんですよね。ここのね、まず箱で来るのがいいのかな、そもそも。あとね、こういう風なこだわりを持った淡水魚屋さんってやっぱり中華料理屋さんで出てくる淡水魚よりも美味しかったりする。だってこれ1本でやってるんですもんね。他の中華屋さん普通に行くといろんなメニューがある中の一つが淡水魚じゃないですか。やっぱね、専門店はね、一味も二味も違うなっていつも思います。あと、まあサイドメニューもね、いろいろあったんですよね。今回私はゴチュティジンと、キンマリを選んだんですね。でも、チーズボールもあるし、ソトクソトクもあるし、コグマティジン、焼きマンドゥとか他にもね、いろいろと種類があって、サイドメニュー追加していろんなね、揚げ物を楽しむのもいいなって思います。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。もうラスト、これトッポギなんでこんな下に入ってたんだろう。これちょっとすごいひっついてる。あ、でもなんとか取れる。やっぱこれいいな。なんかね、ちょっと今使ってるティントとか上に塗ってるやつ全然取れない。いや、全然ってこともない。若干上が取れてるのか、なんかこう色が変わるんですけど、このティントめっちゃいいわ。